白雲の章、角弓の説、死神の噂。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、フォドラは実りの秋を迎える。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一杯に享受するのである。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。軍資金4000円。お金はどうなんだろうね。今兵団が結構お金かかるからね。すでに聞き及んでいると思いますが、セテスの妹フレンの行方が分かりません。今のところガルグマクを出た形跡がないことだけは確認できています。私に行き先も告げぬまま、一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな、まさかとは思うが。物騒な噂？このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来るなどと騒ぎ立てる者も出ている。そんな奴に門分かされたのだとしたら、無事では済むまい。ああフレン。セテス、焦燥は徒労の友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題はフレン捜索への協力とします。町は騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。時は一刻を争います。頼みましたよ。お任せください。フレンが失踪した？セテス殿はさぞやご心配だろう。で、彼女を探すのが今節の課題か。女の子を追いかけるのは俺の得意分野だな。ちょっとシルバン、それ以上ふざけないでくれるかしら。フレンは無事なのかな。もしかして町で噂の死神が。だとすれば面白い。一度そいつと剣を交えてみたいと思っていた。フェリックス、あなたも少しはセテス殿の気持ちを考えなさい。とにかくすぐに捜索を始めた方がいい。先生、まずは情報を集めよう。また情報収集系か。先生か。怪しい者がいないか見回っていた。あとは書庫だけだ。うん、一緒に行きましょう。わかった。ろうそくの明かり、誰だ。フレン、死神騎士。死神騎士にしとこう。どっちでもないと思うけどね。いや違う、まさか。先生、それにドゥドゥまで。どうしたこんな夜中に。殿下、ご無礼を。ああいや、俺こそ驚かせて悪かった。少し調べ物をしていて。用は済んだ。部屋に戻るぞドゥドゥ。じゃあ先生、また明日。妙なやつじゃな。こんな夜更けに何を調べておったのじゃ。ん、棚の書物が一冊ずれておる。八つ目、慌てて押し込んだのじゃろう。書物を取り出して開いてみた。貴族の寄進記録のようじゃな。アラン・デル、知らぬ名じゃ。毎年多額の寄進をしておったらしいが、1174年を最後に途切れておるの。さては死んだか
没落したか。フレンの剣との関わりはなさそうじゃが。今何年だっけ。ペトラの誕生日です。ペトラって誰だっけ。女性っぽい感じはするけどな、ちょっと記憶にないから何もしない。こういう時も普通に散策するのかな。講習と出撃は無理だね。散策しますか。一応お食事と音楽がある。予定表確認。ペトラの誕生日、狩猟祭、合唱祭、南の商人来訪日、東の商人来訪日。え、何それ。コーマの日、弱き者の戦い。これなんだ、初めて見るマークだね。てかさ、これ調べられるの初めて見たし。あ、斧術大会開催中。鋼の斧プラス、プラスちょっと欲しいよな。散策普通にしますか。急ぎ酋長と話しフレンを探す。そうだね、先に酋長と話しておこう。で、どこだ、こっちか。ん、どこだこれ、こんなか。そうだな、セテス殿の心情を思うと本当に一刻も早くフレンを見つけ出さねば。彼女が修道院を出た痕跡はないそうだが、その情報の真偽さえも疑わしいな。そうだ、どうやってさ、その痕跡とか調べんの。ああ、こうして考えている時間も惜しい。まずは修道院を歩き回って情報を集めよう。フレンの行方について何か知っている者がいるかもしれない。そういうのってもうあらかたやったんじゃないの。まだやってないの。頼まれてくれるか。早くフレンを見つけ出さなければな。まずは修道院内で情報を集める。何か手がかりになるようなことを見たり聞いたりした者がいるかもしれない。鋼の槍とかなぜかくれるし。よし、じゃあやりますか。おお、赤い。クエストを先に受けとく。赤いやつは最後にやろう。あ、マリアンヌちゃんクエストがある。最優先だ、最優先でマリアンヌちゃんのクエストをやろう。どうしたマリアンヌちゃん、今俺が行くぞ。主よ、どうか。主よ、どうかフレンさんをお守りください。けなげだ。クエスト、あの、ドルテのお友達の女の子に赤ちゃんが生まれそうなんです。それで安産に効果のある薬草を探している。知りませんか。馬の安産に効果のある薬草、あ、馬ね。マリアンヌに渡そう。温室なら栽培しているかもしれない。乗馬用の靴、よし、手を。生命の誕生、じゃあ温室行きますか。光ってるしね。あ、あと温室回収しないと。ないつも忘れんな。管理人、収穫。お、これ上がる？上がった。指導レベルアップ。 C、 散策、教育、行動力。副官の人数が増えました。え、何それ。お、最上級職が解放されました。一緒に料理、新しいレシピ。なんかすげえいろいろ覚えたな。指導レベル C 以上になると副官を設定できます。副官は設定されたユニットとともに戦場に出撃し、ユニットの戦闘をサポートする。副官の人数は指導レベルに応じて増加します。副官のサポートは兵種に応じて3つ。副官進撃、戦闘の最後まれに副官が追撃、ガード、ダメージ軽減、回復、まれにライブをしよう。副官との支援レベルユニットが高い支援レベルが高いユニット、サポートの効果が上昇。副官も戦闘で経験値を獲得できる。武器の耐久は消費せず配送しても死亡しません。ああ、なるほどね。じゃあもうちょっとなんかスカウトとかして仲間増やした方が良さそう。もしかして水色、黄色、おお、草、3種類いけるね。育成、骨粉。骨粉とかちょっと嫌だな。よし、これでバッチリ。あとはこれ、アンザングさん、その名の通りだな。よし、マリアンヌちゃんのとこに帰ろう。完全になんかこれマリアンヌちゃんのお使いだよね。俺が温室まで行って草を拾ってマリアンヌちゃんに届ける。です
おかけしました。馬の餌に混ぜてみます。よし、 OK。 さて次、ここちょっと待ってね。あ、訓練場のカトリーヌもやるだけやっとこう。斧はゲットしたい。散策とは基本的に1回くらいしかやんないからね、ひと月に。ハサミ、園芸の趣味、もう知らん。黒川、武具にこだわるもの。受付、ドゥドゥで行くか。斧だからね。推奨レベル12以上。使用武器、訓練用斧。え、それ決まってんの？え、俺も決まってたっけ。行動力1減った。あ、訓練用斧だ。戦士とか雑魚なんだ。ゴアクラ。ドゥドゥに2回攻撃されるようじゃちょっとまだまだ相手にはならんな。いや、ただ食らうね。斧だけあってダメージが高い。2回攻撃できてるうちはいいけど、てかそもそもさ、こっちあっちこっちだからさ、2回攻撃だろうが1回攻撃だろうが今のところは顔がな。長期戦になった時に2回行動できるかどうかだよね。運がなかったら次準決勝とかかな。準々決勝、準決勝。いやー、あ、大丈夫だ。結局さ、おかしたやったで攻撃して終わりでしょ。1回攻撃だろうが2回攻撃だろうが2発で倒せれば問題ない。てかもうこっから絶対無理だし。威力16、3回か。ほら13、マジか。ブリが外れたら終わるぞこれ。ブリガンドやんな。ガイナスものは覗くだけだ。よくやった。ちょっと危なかったけど鋼の斧プラスをゲットした。よし、賞金が少ないよ。500円とか。 OK、 じゃあ次こう歩いていく。ここからで、こっちか。ん、誰、あ、こいつ誰、この人一般人。あなたに依頼があるのですね。私の気持ちを綴った手紙、あの子に渡してほしい。誰かって、いつも仕事に一生懸命、素直じゃないけど可愛い雰囲気。へえ、可愛い雰囲気といえばどなた。純愛の手紙、どなたでございますか。ここ光ってるは光ってる。ちょ、ここ行ってみるか。で、え、こいつ違うな。嫌な予感がする。フレンがいなくなっちゃうなんて、なんだか嫌な予感がする。誰かに会いに来たんですか。アロイスさんもシャミアさんも騎士の人たちは出払ってるけど。なるほど、こいつもスカウトできんだ。スカウトしない、そういうあれではないんだよな。まあ、ちょっと1個ずつ、じゃあまた情報を集めていきますか。お、なんか怒ってる。ゲット。みんな落とし物しすぎでしょ。あれどこだっけ、この近く、こっち。今日すげえいっぱい怒ってんだけど。クレンがいなくなったのってやっぱり誰かが連れ出したのかな。俺はあくまで個人的な印象だけど、トマシュさんが怪しい気がするんだ。クレンのことをみんなに聞いたりしてたって小耳に挟んだから。んでも違うかも。クレンだけじゃなくてジェラルト師匠や先生のことも聞き回ってたみたいだし。トマシュって誰。あ、課題協力とかあったね。ちょ、これ見えるものは回収していこう。じゃあ次、課題協力ちょっとマリアンヌちゃんに要請してみる。
てかまずスカウトしてみよう。なんだっけ、何が必要なんだっけ。なんか乗馬みたいなのが必要だったよね、マリアンヌちゃん。主よ、フレンス。まずスカウト。先生、こんにちは。その失礼します。振られた、興味がない。魔力と馬術か、情報ともねえな。主よ、フレンス。じゃあ課題協力ちょっとやってみよう。はい、お、いいね。よし、もっと前からやっとけばよかった。あ、ここにもなんか起こってる。基本落とし物だな。じゃあちょっと行きやすいところから行くか。大広間。先生、怒ってる。ドロテア。ねえ先生、マヌエラ先輩を、あ、間違えました。マヌエラ先生を見かけませんでした？大急ぎでどこかへ走ってくのを見かけて、フレンちゃんがいなくなったのと何か関係があるのかしら。先輩？あれ？知らなかった？マヌエラ先生は歌劇団の先輩なんです。なるほど。で、あとこっち、ん、誰だ、ん、メルセデスちゃんじゃないよね。あ、ここか。フレン、さらわれたでしょうか。下手に修道院いるです。一人注目する人います。シャミアさん、騎士ですが違います。動き、ブリギット似るです。何してきた人なのでしょう。わかんない。何を、そもそもお前が何を言ってるのかがわかんない。で、こっから歩いて一回、あれ、こっち行けないっけ。あ、逆だった。墓場の方のあそこに行こうと思ったんだけど、いまだにこう地図がないと地形が分かんないよな。まあ、地図見ながら走ってるからそもそも地形を覚えられないんだけどね。で、ちょっとこっちか。どれだ、これ。苦労がしましたかな。トマシ、こいつか。おお、フレン殿はいなくなったと。わしも微力ながら捜索をお手伝いしましょう。うん、わしをお疑いのようですな。ならばその根拠を伺いましょうか。いや、なぜフレンのことを聞いて回った。途中数年間ほど大修道院から離れていたこともありますが、わしはこのガルブマクに勤めて40年以上にもなるものです。今までセテス殿に妹がいるなどという話は少しもなかった。となれば気になって当然でしょう。それだけのことですよ。ほい、じゃあ次、下の方に行きますか。これはまたあれだね、ちょっと大広間から行こう。先生。で、リンハルト。あれ？あ、いいのか。フレンを探すんですよね。怪しい人に心当たりはないけど、彼女が紋章の力を宿してたって話は気になりますよね。もし珍しい紋章だったらハンネマン先生とか暴走しそうだけどな。あ、いや、別にハンネマン先生が怪しいって言ってるわけじゃないですから。いや、そういう感じではないでしょ。あ、右の方にあれがあるね、騎士の間。これの、誰だ、どこだ。もっと拡大するか。ああ、ツリル。あれ、やっぱツリルさっき話したよな。フレンがいな、だ、アロイス。あ、渡し物をするのか。贈り物、純愛の手紙。何こいつ、許せん。ありがとう。何か、うん、ありがとうだよ。じゃあ報告に行くか。しょうがねえな、こっから行こう。もう一回訓練場から出る。あいつマジで許せんわ、あの男。こんな可愛い。見事達成されましたね。
手紙を読んでいるツリー君を隠れてこっそり見てた。悩ませちゃったみたいです。へえ。振るのかこんな可愛い子。手紙なんてもらったら即コロッと落ちるよ。旧車でこっち。あ、なんか怒ってた。種入門ハンネマン先生。フレン君が姿を消すとは実に由々しき事態だよ。何、我が輩を怪しむ者がいるだと。しかしその推理には穴がある。彼女のことはすでに調べ尽くしている。そのようなことセテス君が許すはずもあるまい。フレン君の持つセスリンの大紋章は珍しいが他に持つ者もいるということだ。うん、まあそんな感じでしょう。じゃあこっち。あ、お食事か。ちょっと料理長だけは先にやっとこう。例によってメルセデスちゃんっていうかさ、これさ普通にマリアンヌちゃんとかとさやってさ、もうアイテムがね、もう一回ステーキ食うか。これでなんか上がるんじゃない信頼関係が。小さい頃にそうですよね。あ、上がってる、上がってるっていうか評価がね。ラファエル、フレンさん、お腹空かせてねえかな。誰かがさらったってんなら許せねえぞ。そういやさっきアロイスさんが貯水池の近くで何かやってたな。アロイスさんってよくフレンに話しかけて怒られてたんだ。関係ねえとは思うけど、ちょっとおで不安になってきたぞ。大した理由じゃないよね、みんな。なんかそんなことでさらわないだろっていう。あれ、あとどこだ。この近くにいるね。とりあえずこれもゲットしておこう。ん、どこだ。あ、フェリックスか。それはフレンをかどわかした犯人か。確証はないが気にかかるとすればイエリッツァ先生だ。近頃あの人の件は何と言えばいいか、いつもと違って衝動的な感じを受けた。念のため話を聞いてみたらどうだ。いつもならばこの時間は訓練場でカトリーヌ殿と打ち合っているはずだが。え、こうやってあれがまた増えていくの。あ、増えていくね。あ、じゃあ一個ずつ行くか。てかさ、なんでみんな身内を疑ってんの。そんなみんな疑心暗鬼なのかな。そうだな。フレンがいなくなったのは聞いたか。今年は騒ぎにこと欠かない年だね。本当に騎士団の下の連中はもう町に出払ってるよ。何か見つかりゃ私に連絡が来るはずさ。何、イエリッツァ。そういえば今日は見てないな。イエリッツァか。だが何を根拠にあいつを疑うんだ。夜な夜な出かけていると聞いた。そうか、一応騎士の連中にも伝えとくよ。さて、じゃあ次、あれ、こっちにもまた増えたね。まあその前にこっちをかざしますか。お、ゲット。おお、素材。え、素材とかもうマジで欲しいんだけど。騎士団ちょっと、え、少しやろう。来よ。ジェラルト傭兵団ってどうなの。今どこまで行ける。 C は無理か。あれが足りない、敷地が足りない。これ変えたらさ、ジェラルト傭兵団の騎士団レベルってどうなるんだ。戦力が減ってるな。なんかめっちゃ減ってんな。ダメージ食らうと減るんだっけ。じゃあみんな補充しとこう。ほい。あ、で補充141円。で基本的にみんな騎士団はつけてるはず。まあこいつはね、騎士団つけないと強くなるっていうから、まあいっか、まだこれで。じゃあまたな。特になんか騎士団に対して困ってるわけじゃないから今。ね、でシャミア、
よ、なんだ。少し休憩中だよ。フレンの件か。私が怪しいと。修道院に来る前は何を？ここじゃないどこかで戦っていたよ。それがどうかしたか。私が騎士団の中じゃ異質だってのはいい目のつけどころだが、それとフレンを結びつけるのは短絡的だな。確かにね。ここ、お、いるいる。なんだこいつ。東の商人。いらっしゃいませ。いらっしゃい。お、なんかあるじゃん。え、これさ、すげえいっぱい買うとやっぱ金がなくなるな。あ、超いっぱいある。なにこれ。え、いいな。錬成石って何個持ってんのね。こちらでよろしいですね。10個買ったことりあえず1000円。ありがとう。300円もすんのこれ。1個300円は結構でけえな。 でも10個買っとこう。こちらでよろしいですね。ありがとうございます。アップルティーとかな、なんか欲しいな。いや、1個1000円高え。うわ、1500円とか。贈り物用か。ちょっとこっちも行ってみよう。またどうぞ。ちょっと待って、先にこれゲットしたい。キャベツみたいなやつ。ご飯に刺そう。人参。南の商人。いらっしゃい。あ、鶏肉とか牛肉とかあんじゃん。鶏肉ちょっとゲットしようみたいな。おめえが高いね。うわ、4つで1000円とか。食材系が高えな。成立だ。種とかな。今何個持ってるっていうのは分かんないね。それがちょっとやだな。また来てくれ。よし、まあ、ただこういうのがあるんだなっていうのは分かった。先生、じゃあちょっとイングリッド。しかしフレンが行方をくらますとは。セテス殿も心配されていることでしょう。あの、何の根拠もなくこのようなことを言うのは失礼だと重々承知の上ですが、ギルベルト殿がずっと気にかかっていて、どこかで会った気がするのです。それにアネットをじっと見つめていることがありました。もしかして。関係なくね。ああ、上に増えてる。これ回収する。先にもう落とし物とか探してる暇がないからな。あ、ここにもなんかある。これ全員喜ぶ系か。アロイス。おお、これは先生。どうした？何か私に用でも。ん？私がフレンドの？いやいや、とんでもない。何度も怒られてそうだから。実はいつもつまらない冗談を言ってはダメ出しをされていたのだ。そんなことで人をかどわかしていたら修道院が人であふれてしまうぞ。もっとやそうだよね。で、あとは2階に行きますか。とりあえずこっち。あなた。で、こっち。ジェラルト。フレンが行方不明で、騎士団はもう大わらわだよ。しかし手がかりはとんとねえ。セテスのやつの顔色もひどいことになってんな。どうした？マヌエラ？そういえば、だいぶ前にすれ違ったぞ。何やら仮面のようなもんを持ってた気がするがな。え？イエリッツァの仮面。あまり親しくねえから自信はねえが、言われてみればそうかもしれん。なるほど。ディミトリーに報告しようになってるよ。ハンネマンは不在。いや、それじゃなくて俺アイテムが欲しいんですけど。あれ、もう一人いなかったっけ。まあいっか。ディミトリー、あれどこだ。ここか。いつも入るところが分かんない。先生、すまない、助かった。イエリッツァ先生の行動が怪しい。彼の実質、
こいつがくれたのかな。マネーラ先生がイエリッツァ先生の仮面を持って走り去った。何か嫌な予感がするな。二人に話を聞いてみるべきかもしれない。イエリッツァ先生は訓練場か自室だろう。部屋は騎士の間の東側だったはずだ。で行くの？え、騎士の間の東？東とかってどっちだよ。厩舎でしょここだって。とりあえず騎士の間に行こう。騎士の間の東ってどこだよ。騎士の間のてかさ、みんなの部屋とか何なの。あ、ここ、この先にイエリッツァの部屋が。今節の修道院での行動を終了し物語が進みます。よろしいですか。いや、ちょっとまだ行動力があるんだよ、うん、歌歌ってこよう。どうせだからで、ちょっと窓を学びたいんだよね。まあ、あとはね、やる気がない人だよな。やっぱりメルセデスちゃんと、まあ、イングリッドちゃんでいっか。はい、これいいや。ちょっとサクサクと。おー、いつもよりアップ、いつもより獲得。進行1、身についてきたようです。イングリッドちゃんか、まあ、イングリッドちゃんあんまりこれやってもしょうがないかな。で、マリアンヌちゃんを要はあれにしたいんで、ちょっとハンネマン先生に教えを、こう窓のレベルをハンネマン先生から上げてもらう。ハンネマン先生どこどこにいたっけ。あ、ここだ。フレン君がマーニ、我が輩を怪しむ。その通り。これってさ、正しい選択肢やると。大門賞は珍しいが、あれかな、評価が上がるのかな。俺結構外してたよね。ちょ、窓を開けよう。で、一回騎士の前行きます。こっち行けねえし、おそらく無事でしょう。もしフレンドルがさらわれたのだとしたら、おそらく生きているでしょうな。殺すつもりであればさらう必要などないのですから。そうではありませんか先生。うん、まあね。よし、行きます。